こんにちは、 YouTube 谷です。さあ、ということで今回はですね、もうしばらく時間が経ってしまってるんですけれども、去年の8月に行った諏訪大島ですね。こっちの方まだちょっと全然紹介しきれてなかったんで、今回、ご案内できればなと思っています。前回はね、大玉根神社の方と、あとどこだったかな、いくつか紹介できたのかなということでね、まあ、今回はそのね、諏訪大島をね結構全部巡ってきたんで、ちょっとその辺をね、車の目線からお届けしたり、あとまあちょっと写真でしかね、収録してないんですけれども、そっちのね、観光スポットをいろいろご案内していきたいと思います。それでは早速ですけれども動画の方をご覧ください。右左でさあ、この諏訪大島にはですね、はい、4つの珍しい岩があって、はい、でそこはな、あの昔から霊験新たかな岩と言われています。でこの4つの岩を全部巡ると、幸せが訪れるというふうに言われてまして、まあ、あの有名な観光スポットにもなってるんですけど、まあ、この辺の、岩に対して、あの空海もですね、いろいろ、なんですか、跡を残しているという、足跡を残しているということでですね、はい、ものすごい霊験新たかな、岩の場所となっています。なるほど、はい、ということで今からその4つの岩の、最初に行くのはですね、立岩、はいはい、立つに岩と書いて立岩、はい、というところですね。行くで、しかしバキューム、テレテレテーテレテレテー、説明しよう。バキュームとはわずか 0.003 秒の間に58リットルのうんこを吸い取る機械のことである。これ絶対モアイじゃね、これ。これモアイだぜ、これ。いや、モアイっすよね、これ。後ろ車来てないんで全然いいっすよ。これすげえな、マジで。はい、立岩到着。これほぼモアイっすね。目があるし、顎もあるし、でこっち側にもね、ちょっと小さめのが通っていったか、ね、あそこちょっと上がれるようになってるんで、あそこだと止めていいの？あ、本当だ、ちょっとスペースある。これすごいな、こういう不思議な岩がね、たくさんこの大島にはあるんですね。あるじゃん、なんか書いてある。祠がある。ほら。本当だ。幸せ祈願所だ。お師匠さんの今日のご説教は。玄米を食べよ。ありがとうございます。はい、ということで我々タニー探検隊はですね、はい、諏訪大島4つの祈願のうちの、いよいよファイナルラウンド、イエーイ、岩屋権現でやってます。はい、はい、岩屋権現というね、4つの祈願のうちの最後の1つに向かおうとしています。もうこれはもうかなり山奥でですね、もう山のこの大島の頂上まで行ってる雰囲気ですよね。完全にそうですね、はい、合ってるんですかね、合ってるのか俺たちは、ということでね、あの案内もね、もう全くなく手書きのなんかこっちが岩屋っていうね1、2箇所あったぐらいでね、お手製な感じで、ね、今日はね、しかも昨日が台風だったということで、ちょっと道路の方もね、かなり、木くずがね、たくさん散らばっています。それかき分けながらね、手作業でかき分けながら進んでいますよ。はい、これなんかすごいな、謎合ってるのかな、あ、これトトロロードだ、ね、これを抜けたらいつもあるというパターンなんですか。あった、マジか、ついに到着、すげえこの絵を、この絵を、この絵を、はい、でー、そして綺麗、すごいなこれ、はい、ということでここが岩屋権現です。大島の頂上なんで、ほんともうなんとも言い表せないこの空気の
気持ちよさね。今から行ってみたいと思います。降りるのを悩みます。はい、ということで、諏訪大島後編いかがでしたでしょうか。ということでね、本当はね、あの島をね、ほぼ一周したんですよ。で、いろんなね、あの観光スポットを回ってきたんですけれども、まあちょっと全然ご紹介してきれてない、しきれてない部分が多いんですけどね。こちらの諏訪大島ですね、こういったあの不思議なね、あの岩がたくさんあってですね。で、そこ有名なところが4つあって、で、1つは立岩っていうところですね。ちょっと見てもらったと思うんですけれども、もうまさにモアイみたいなところですね。で、それから帯石観音って言って、もうね、山の中腹、ものすごく高いところ、標高に、もうね、10メートルぐらいの岩がね、ドーンってこう、本当に帯のような大きさで横にドーンってね、そびえてるものがあって、でそこはね、空海が文字を書いて、そうすると夜それがね海に向かって光るから、漁師さんが迷わずにちゃんと島に戻ってこれるっていう、まあ、伝説もあるんですよね。でもう一つがあれなんだっけな、岩門。岩門っていうのは海沿いに、その岩があるんですけど、それがですね、なぜかこう人が通れるぐらいの大きさで穴が開いてて、でどうやってこれできたんだろうっていうね、まさに本当に不思議な岩なんですけれども、でそれ行きましたね。でもう一つが、岩屋権現ってね、岩屋っていうところがあるんですけど、これがね、まあ、ほぼ山頂で、あ、そっか、これ見てもらったよね。はい、そうなんですよ。本当にね、不思議なところというかね、ここは日本なのかというぐらい、なんか不思議な世界を描き出してましたけれどもね、空気もめっちゃ綺麗ですし、もう本当圧巻っていう場所でした。はい、でこの4つの岩を巡ると、まあ、パワースポットということで、まあ、あの御利益があるという話らしいですね。はい、この諏訪大島もめっちゃ素晴らしいとこなんでね、みんなもぜひ行ってほしいんですけれども、でもう一箇所ね、ありましたね、新宮島っていうとこかな。ここも本当幻想的なんですけど、引き潮になると海にね砂の道ができるんですよ。でその、新宮島という島まで、歩いていけるんですね。普段は海でね道路は消えちゃってるんですけども、引き潮になると、その時間になると歩いていけるというですね。でそこは海水浴場にもなってて、めちゃくちゃ綺麗なとこなんですよ。で海もね瀬戸内海すごい綺麗で、でこの島はあれなんですね、そのやっぱりめちゃくちゃ綺麗だから、ハワイとねなんか姉妹都市になってるみたいですね。うん、なかなか電車とかね、そういう交通機関使って行けるようなところじゃないんで、行くの難しいかもしれないんですけどね。でも行ってしまうと、そういった観光スポットが結構、そうだな、2時間か3時間もあればね、朝出てで昼ご飯食べてもう帰れるぐらいの、雰囲気になってます。はい、行くまでがちょっと大変なんですけどね。もうめちゃくちゃ綺麗なとこなんで、僕はまた来年もねもう絶対行きたいと思ってます。はい、ということで諏訪大島後編いかがでしたでしょうかね。もしよかったらね、皆さんググってもらって、この諏訪大島ねぜひ観光に行ってもらえればと思います。はい、そして夏のねイベントもね、僕また出れればなと、去年ねちょっと台風で出れなかったんでね、悔しいんで、はい、そんなことを願っています。ということで今週は、今週じゃねえな、今回は以上になります。ありがとうございました。